さあ続いてはエリアの話題をお伝えするわが町レポートのコーナーです。はい、今日のラインナップはこちらです。さあまずは宮崎観光ホテルで行われました宮崎市金婚祝賀会の模様を、はい、続いて宮崎の秋の風物詩宮崎神宮ほかで行われました宮崎神宮大祭の模様をお伝えします。はい、まずはこちらです。宮崎市金婚祝賀会が宮崎観光ホテルで開かれ、旧宮崎市及び清武町の結婚50周年を迎える夫婦138組が参加しました。この祝賀会は宮崎市生50周年を記念し昭和50年から開催されているもので今年で39回目です。式典では金婚者の代表に祝い状と記念品が贈呈され、栃木ただし宮崎市長から祝いの言葉が贈られました。そして出席者を代表し赤江地区の小池修さん、陽子さん夫妻がいつまでも青春の気持ちを忘れずに2人力を合わせていきたいと謝辞を述べました。また会場内には撮影スポットが設けられ、新婚の頃を思い出しながら金屏風の前で記念の1枚を撮ってもらう姿も見られました。結婚以来50年苦楽を共にし、そしてお互いに励まし合い、今日の平和な時代を築き上げてこられましたご夫婦の長年の労をねぎらいますとともに、今日の式典は一つの節目としていただいて、今後ますますご夫婦仲良く、そして健康に気をつけていただいて長生きしていただきたいなと思っております。過ぎ去ってみれば短かったですね。金婚式に出るのが目標でしたので、はい、第一の目標を達成しました。まあよく元気でこの日が迎えられたなって思ってます。もうそれが一番ですよね。まあ、健康で一生懸命私のことも見てくれたし、子供のこといろいろ今までやってきてくれたので本当に感謝しながらですね、ここまで来れました。結婚75周年のダイヤモンド婚を目指し、なお一層仲睦まじく過ごしてほしいですね。澄み渡った秋晴れのもと、神武様の愛称で親しまれている宮崎神宮大祭が行われました。この日は行列に参加したおよそ1500人が宮崎神宮からお旅所、瀬頭お旅所までのおよそ4キロの大路を練り歩きました。130年を超える歴史を持つ宮崎神宮大祭、宮崎神宮の氏子による年に一度だけでも心ゆくまで拝みたいという思いから始まったもので、現在のように隊列を組むようになったのは1909年からと言われています。荘厳な御神幸行列では行く手を払い清める御獅子に続き、神武天皇の分身が乗られるという御宝蓮や可愛らしい姿の稚児行列が続きました。そして祭りに花を添える新進行列は高校生のマーチングを先頭に行われました。2010年から加わった高さおよそ4メートルもあるアマテラスのモニュメントや、神武天皇の東征神話をモチーフに古代船を復元した全長12メートルの沖夜丸が訪れた人の目を引いていました。また去年からこの新進行列に加わった神々のパレードも今年は一層華やかに、応募総数55人から選ばれた代表が新たに月読みの御事を加えた12の神々に扮し祭りを盛り上げました。神々のヘアメイクは日照学園高校ヘアデザイン科の生徒14人が行ったそうです。そして特に注目を集めたのが鵜戸山参りを再現したミスシャンシャン馬、手綱を引く花婿は宮崎大学の馬術部員が務めています。艶やかな衣装を身に包んだ花嫁が笑顔で手を振ると、多くの来場者がその姿を写真に収めていました。行列の方では
今年新しくあの宮崎農業高校のですね生徒さんと高松高校のまあ吹奏楽部の生徒さんが出ていただけることになりましたので、まあ、その辺も行列の方にまた花を添えてくれると思ってます。中学生高校生のですね吹奏楽部とかに出ていただいてますけども、あのこういったふるさとの祭りに出ていただいてですね、そういったことをまあ思い出にですね、あのこういう祭りの伝統をですね受け継いでいっていただけるとありがたいなと思っているところです。初めて見てすごいなと思いました。神々の行列とか、はい、獅子舞に噛んでもらえてよかったです今日稚児行列で孫が参加したので、はい、見に来ましたね、すごくなんか記念になって、ね、思い出になってよかったです。宮崎の秋をきらびやかに彩る神武様、この時期の風物としてこれからも続いていってほしいですね。はい、日本をお送りしました、はい、宮崎市の金婚式、はい、迎えられた138組の皆さん、ね、素晴らしいです ね、 コメントでおっしゃってましたけど、はい、お二人ともに元気であの式典に参加するってこんな幸せなことないんじゃないかなと、そうですよと思いましたね。しかもダイヤモンド婚ですか、75年、もう間にもう一回ぐらいあっていいけどね次25年後そうですよね、も皆さんおめでとうございます。さあそしてね週末は神武様ありましたね。神武様ですね、あの高校生が結構 ね、 関わってるんですね。ヘアメイクとか、魔術部員とかね、あとマーチングも、知りませんでした。僕も知らなかった。あとあのご法連、あの僕の知り合いで、はい、担いだ知り合いがいたんですけど、やっぱね肩とかねあざだらけだって。結構歩きますもんね。すごいですね、やっぱそれだけ重たいものを ね、 ね、でこれ言っていいのかな、あの神様が乗る前の、まあ、ご法連みこしと、その神祠があって神様が乗りました、重さが全然違うんだって、これ担いだ人しか分かんないですよね。それそうなんだ、今鳥肌立ったすごいな。いや言ってたんですよ、ちょっと疲れが溜まってだんだん違う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 、もう出だしから違うって、出だしから違う、すごくないですか、同じものなのにってことですよ ね、 ね、いや本当皆さんに支えられてのねお祭りですからね、本当に皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。以上わが町レポートのコーナーでした。さあ CM の後は月曜音楽館です。いやでもこの話はなんかちょっと神秘的な感じしますね、すごい、いやー